第257回ホッケチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。今回と次回の2度にわたって法華経の22番目である俗類本を拝読いたします。この俗類本では釈尊が全ての大種に付属することを明かすのです。また今回より取り上げる俗類本をもって説法の場面が領受線へと戻ることになります。それでは本文へと入ります。釈迦牟尼仏の発言、無量の菩薩摩訶薩に対して。その時に釈迦牟尼仏は宝座から立ち上がり、大いなる神通力を表しました。右の手により数えきれぬほどの菩薩摩訶薩の頂を撫でて、このように言いました。私は無量百千万の句阿僧祇行という長い時間において得ることの難しい、この上ない真実の完全なる悟りを収め習ったのである。今からこれをお前たちに付属する。お前たちはまさに一心にこの教えを流布し、その利益が増すようにすべきである、と。釈迦牟尼仏の発言、もろもろの菩薩摩訶薩に対して。このように三度もろもろの菩薩摩訶薩の頂をなで、このように言いました。私は無量百千万の句阿僧祇行という長い間、得ることの難しい、この上ない真実の完全なる悟りを収め習ったのである。今からこれをお前たちに付属する。お前たちはまさに受け保ち読み暗唱し、広くこの教えを述べ、一切の衆生にあまねく聞くこと知ることを得させなさい。その理由は、如来には大いなる慈悲があり、もろもろの欲深いありさまがなく、また恐れるところがなく、よく衆生に仏の知恵、如来の知恵、自念の知恵を与えるからである。如来は一切の衆生の大いなる世主である。お前たちもまた従って如来の教えを学びなさい。欲深い心を起こしてはならないのである。未来世において、もし善男子善女人があり、如来の知恵を信じる者には、まさにそのためにこの法華経を説き、聞くこと知ることを得させなさい。その人に仏の知恵を得させるためである。もし衆生があり信じず受けない者には、まさに如来の他の深き教えの中において、教えを示し、教えを説き、利益を与え、褒めたたえ喜ばせるべきである。お前たちがもしよくこのようにするならば、すなわちこれはすでにもろもろの仏の恩に報いることである、と。以上、本日は俗類本の1回目でありました。釈迦牟尼仏が菩薩摩訶薩に対して法華経を付属することを明かすのです。次回で俗類本は結びとなり、この俗類本をもって国上での説法が終わり、再び領受線へと戻ることになるのです。次回第259回に予告でございますが、
妙法蓮華経俗類本の第2回目として今回の続きを拝読いたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。